阪神タイガース、このオフシーズンで結構故障者が多くなってきました。最新の故障者リストと復帰予定時期などを見ていきたいと思います。まず一人目ですね、大竹投手が故障中です。2023年は21試合に登板して防御率が 2.26、12勝2敗、131.2 イニングをわずか4四球が12個、ウィップ1イニングあたりに出したランナーが 1.02 ということで、現役ドラフトで加入して抜群の成績を残しました。1月に左肩のガングリオン、良性の腫瘍ですね、こちらの手術を受けまして、大竹投手としては、手術の影響がないといえば嘘になるということですね、2月の上旬にコメントしているんですね。そして昨年1年投げた疲労とかがしっかり戻りきれていない、後半無理して投げたりもあったのでというふうにコメントしていて、故障もそうなんですけれども、体全体の疲労的な部分っていうのもあると。やっぱり大竹投手は、これまでローテで回って1年戦ったと、そういったシーズンがないピッチャーになりますので、昨年1年間戦って、結構疲労とかも溜まっているということですね。現在はブルペン投球を行っていて、開幕に向けて調整中というところですね。開幕ローテーションに間に合うかどうかっていうところは、結構微妙なところではありますが、そこまで長くはかからないんじゃないかなっていう感じではあります。調整が若干遅れている中で、この疲労とかがまだ残っているっていうようなコメントが気になる部分で、シーズンに入って先発投手として登板して、どれぐらいの成績をしっかりと積み重ねられるのか、ここについては注目しなければいけないポイントだと思います。では続いてドラフト1位ピッチャーの下村投手の故障の最新状況について見ていきましょう。ドラフト1位で獲得された下村投手ですけれども、大学時代は一部通算で18試合の登板、防御率 1.47、7勝3敗、110.1 イニングを四死球33個、ウィップ1イニングあたりに出したランナーが 0.97 ということで、被安打率が結構低い数値残っていますね。大学時代にもこの下村投手は右肘の手術とかもありまして、長期離脱っていうのを何回か経験しているんですね。そしてプロ入り後ですね、背中の張りで、現状としては本格的な投球は見送っているという感じですね。2月の10日に20球ブルペンで投げて、それ以外の投球はほぼなしということで、まだまだ実戦でバンバン投げられるような状態ではなさそうです。ファンの方々からはドラフト1位、そして大卒のピッチャーということで、もしかしたら開幕ローテーションもというところ考えられたんですけれども、今のところは相当厳しそうです。岡田監督としてもまだ新人のピッチャーだし、そんなに焦らせる必要もないということで、じっくり調整させるというような方針になっています。岡田監督からも、4年の時ちょっと無理したんじゃないかというようなコメントもありました。今後もしばらくはトレーニングに時間を当てるというような方針で、本格的なブルペンでの投球とか実戦での投球っていうのも、もう少し先になっていきそうです。2軍戦での登板っていうのも、開幕からしばらくしてからになるかなっていうところで、例えば6月、7月とか、そういったところから入っていく可能性があるのかなと思います。では続いて、あの大物選手はいつ戻ってくるのかと、こちらについても見ていきましょう。故障者3人目、高橋遥人投手ですね。プロ通算で44試合の登板、防御率が 3.01、14勝18敗、269.1 イニングで四死球74個、奪三振がイニング数を上回る282個ですね、そしてウィップが 1.19 という数字になっています。この数値見ても奪三振率っていうのがものすごく高いですし、いい時なんかは本当に誰も打てないんじゃないかというぐらいの投球も見せてきましたが、ちょっと故障で悩むような印象が強いピッチャーですね。トミー・ジョン手術のリハビリの期間に尺骨と肩も手術をして、ここからのリハビリという状態です。2年間は2軍でも登板ができていないということですね。なんとか復活してくれとファンの方々からも待望の声っていうのが多くなっています。キャンプでは変化球も交えて50球以上投げ込むというようなブルペンでの投球もありました。キャンプに来た時よりも全然良くなっていると思うというふうに手応えを語っていて、キャンプの終盤に50球以上投げられているということで、徐々にステップアップしているというところですね。11月からちょっとずつ、1ヶ月ごとにちょっとずつ良くなっているんで、あともうちょっとかなっていうようなコメントも高橋投手から出ていて、ようやくトンネルからのゴールがちょっと見えてきたかなっていう印象がありますね。シーズンの中盤以降で1軍での登板が見れるかどうか、このあたりの復帰時期になってくると思います。これまでは故障を抱えながら離脱とかを繰り返すというようなケースも見られましたけれども、手術も行って万全の状態で1軍に帰ってきてくれて、1年間ローテーションとかで投げてくれると、相当な戦力になると思いますので期待したいと思います。では続いて主力の野手2人も離脱中ですけれども、このあたりはいつ帰ってくるのか見ていきたいと思います。梅野選手とノイジー選手、この2人がキャンプ中に離脱となっています。
梅野選手は右肩の肉離れですね、キャンプ中に離脱ということになっています。通常は完治まで3週間程度というふうに報道されています。まあ、キャッチャーはスローイングが最も重要なポジションで、その中での投げる方の肩の肉離れですので、まあ、どれぐらい時間かかるかっていうところは、まあ、ちょっと不安な部分があります。調整期間なんかも含めていくと、現状としては開幕に間に合うかどうか、まあ、結構ギリギリなところで、まあ、厳しい可能性っていうのも、まあ、結構あるんじゃないかなというふうに見ています。なのでしばらくは坂枝選手と藤田選手をバックアップに置きつつ、坂本選手がまあメインでほぼほぼ正捕手というような感じで戦っていくというような形になっていくと思います。そしてノイジー選手ですね、右肘痛で離脱をしてしまっているんですけれども、まあ、すでに練習に復帰をしていると。まあ、ここから試合に出場というような方針で、怪我の状態としては、まあ、開幕に間に合わないということはもうないのかなっていう感じはありますね。怪我の再発とか、まあ、思ったより悪いとか、まあ、そういったことがなければ、まあ、このままシーズンに向けて入っていけるということにはなっていきそうです。前川選手、小野寺選手あたりと、まあ、レギュラー争いというような位置づけになっていくんですけれども、まあ、特に前川選手なんかかなりいいアピールしていますし、まあ、ノイジー選手からレギュラー奪う可能性もあると、まあ、そういった状況になっていますので、まあ、ノイジー選手は逆に2年目の適応というところで成績を大きく上げてほしいなというふうに期待しています。では続いて他にも5人の故障者が出ているということで、まあ、これらの選手の復帰時期などを見ていきたいと思います。まず西勇輝投手、右ふくらはぎの故障で離脱しているんですけれども、もうすでにブルペンで100球以上投じると、まあ、そういった場面も見られています。すでに全体練習にも合流していて、まあ、このままオープン戦とかで登板して開幕には間に合っていくんじゃないかなという感じで、まあ、先発ローテーション入っていけると思います。そしてビーズリー投手、右肩のコンディション不良で2月の中旬に離脱をしています。まあ、キャンプの初日からこの右肩はちょっとあんまり良くないなっていうような状態で、まあ、結局離脱となってしまって、まあ、ここからもしかすると長引くんじゃないかなっていうような可能性もありますね。先発でもリリーフでもいける結構便利なピッチャーではありますし、ある程度まとまった成績っていうのも期待できますので、早期復帰を期待したいと思います。そして小川投手、昨年の9月にトミー・ジョン手術を受けています。まあ、復帰としてはやっぱり早くとも来季の開幕頃っていうところで、まあ、現在はリハビリ中ですよね。すでに育成契約ということになっていますし、まあ、なんとか来年のシーズンでしっかりと結果を残して、立ち位置をしっかりと確保していかないと、立場的にも厳しくなっていくかなというような感じにはなっています。そして梅野選手だけでなく、長坂選手と中川選手も故障ということで離脱しています。長坂選手は右肘痛というような報道があって、まあ、そこから続報がありません。そして中川選手は右足の負傷ですね。こちらはウィンターリーグでも同じ箇所を怪我していて、まあ、そこの再発ということになりますので、ここが癖にならないようにしてほしいなっていう感じですね。今後も故障者に関する最新の情報をこのチャンネルで届けていきます。以上です。